お久しぶりぶり100円ゲーマーです。さあ、今日はですねお菓子を買いに行きます。なんかね、皆さんのコメント見たら、いや100円さんと、僕はアイスクリームをね食べるのが見たいんですよっていう、コメントがあったんですけども、それにもかかわらずですね、今日はアイスクリームではなくて、いつものマイヤーに買い物に行ってみたいと思います。あと子供のフルーツを買ってきてって言われてるんで、それを買いながら、うちの息子にもちょっとお土産を買って、レビュー用のお菓子じゃないんだけども、マナが買いますわ。果物ね、これね、アメリカ果物安いんだけどね、やっぱもう安すぎるのよね。だ、日本の人から見ると、わ、すっげえ安いじゃんってなるんだけど、アメリカにいるとね、高く感じる。アボカドいらないな、果物だし。今家にメロンとパイナップルがあるみたいなんですよね。あ、これキュウリ安いな、バイワンゲットワンフリーじゃん。1個1ドル40、150円だね、キュウリ。でもいらないな、果物な。果物、これ冬が一番困る。夏はね、スイカとかあるんですけど、冬はもうほんと限られてるから。パパ、緑のバナナを買ってきてくれって言われた。緑のバナナ、これ緑すぎるよね。日本でこんな緑のバナナ売ってないでしょこれ色わかるかな、このめっちゃ緑なんですよ。いいや。あとはストロベリーかな。ストロベリーをスムージーにして飲むとうまいんだよ。これを日課にしたいな。あー、でもね、お、安い。今日4つで500円だ、ストロベリー。安っ、買うしかないっしょ。ね、本当にね、こうベラボーに安い時あるからびっくりする、マジで。だからこんなのもなんかアメリカチックでしょ。ラズベリーとかね、ブラックベリーとか。日本に住んでた時はものすごいさ、うまそうに見えたけど、実際こっち引っ越してくると、そんな食わないですよね。あんまりアメリカの果物っぽいものは別に食べないで。ストロベリーな、安いな。4つで500円か、めちゃくちゃ安いな。買ってっか。家にでもいっぱいなかったかな。だけどストロベリーはいっぱいあっても、痛い、腰が痛い。困んないからね、美味しそう。じゃあこれ4個もいらなかったら値段いくらになるんですかって言うじゃんね。1個ね、120円なんですよ、これ。信じられないだろうけど、とにかくね、安い。2つぐらいでいいか、3つぐらい買っていくか。これ全部ぶち込んで、スムージーの機械に。で、ヨーグルトとか、入れるじゃないですか。これがね、うまいのよ。またなんか雑に置きましたねとか言われそう。なんか主婦みたいでしょ。でもね、俺やっぱね、嫌なんですよ、傷んでるストロベリーとか買うの。これでいいかな。はい、3つ買いました。 OK。 これもなんかチーズセールやってるぜ。いいね、245。なんかメキシコのなんかあれかな。いらないな、これは。あ、サルサとかいいっすね。バイワンゲットなんとか 50%。 これチップスにパーンってかけて食ったらうまいでしょうね。おっと、お寿司が売ってますね。アメリカのロールだから。あ、これクランチーシュリンプロール。なんか上に天ぷらのあれが乗ってる、油かすみたいなやつ。こんなもんでいいだろう。ストロベリーとバナナ。おお、ちょっと待ってくれ。アスパラがめちゃくちゃ安い。パウンド149ってことは、ちょっと待ってよ。
これちょっと重さ見てこい。もう超生活感あふれる動画だよ。すげえな、なんでこんな動画上げてんだ俺。これでも140円だったら安いな。よし、ちょっと見ましょう。これいくら？1パウンドだ。ってことはこれ149円ですね。アスパラ結構好きなんですよ。アスパラね、ベーコンで巻いてもうまいんだけど、まあ普通に塩コショウで、あの、なんていうの、茹でた後に炒めても美味しいですよね。まあこれぐらいの重さで100円ってことが分かったんで、まあ、あんまり、ね、太いやつはやっぱね良くないんですよ。美味しくないからなるべく細めのやつがいいかなと思ったんですけど、ちょっとやっぱりなんかあんまり良くないですね。もうちょっと太い、これ細い、これいきましょうか。やっぱあの、なんていうんですか、年取ってくると、あのさっきから年取ってくるとってすみません、袋ですね、出ますけど、野菜をね取るのすごい気になるんで、アスパラ、はい、OK ですね。じゃあ、ここまで来ましたら、ちょっとお肉セクション行きましょうか。お肉の方行ってみて、それで、まあ、せっかくなんでちょっとベーコンが安いか安くないかみたいなのをちょっと調べて、まあ、買うと。基本的にねベーコン高いんですよね。あ、でもなんかちょっと黄色いタグが見えますね。黄色いタグはいいぞ。あ、安いね。2つで6ドルだな。ってことは1個あれだから300円だから、これは安いっすよ。こっちにもありますけど、バイワンゲットワン 50% オフか。いやー、1個買って1個半分額、うん、違う。香里さんがねこの前なんかベーコン生で食べるんですよ日本はって言ってたけど、これアメリカダメだよ、食べたら病気になりますからね。ちょっとベーコンアスパラ食いてえな。ちょっと買ってこうかな。ハードウッドスモークベーコン、アップルウッドスモークベーコン、やっぱアップルの方が売れてる感じするな。これだな、うん、安い。ベーコンほぼ安くなんないんで、機会があれば買うと。なかなかね、おかずとしてもあのベーコンアスパラはねいいんですよね。明日金曜日なんで、まあちょっと週末を迎える前にそんな洒落た飯を食べてもねいいんじゃないかななんて思ったりしますけどね。まあこんなもんですかね。あとは子供にちょっとお土産のお菓子でも、買ってきますか。てかもういつもの、本当いつもの買い物動画でマジで。あ、クッキーも安いな。これいくら？倍は1個買って1個半額か。チップスアホイうまいんだよな。まあでもいいや。はっはっはっは。何がいいかな。オレオも安いな。オレオ1個2ドル50だな。ちょっとジュースセクションね、たまにはちょっとね、なんかこう炭酸的なものを飲みたくなる、ありますよね、飲みたくなるときね。でももうどうだろう、お菓子の動画も200、シリーズ200を超えてますけどね、そんだけ飲んでくると体もでかくなってくる。あー、ちょっと待って、すげー、見て、前ここにあのこのコーラデビューしましたけど、ここにほらいろんな種類あったじゃん、青とかオレンジとか。もう今黒しかない。やっと分かったか、他のやつがまずいということ。じゃあな、本当はねちょっとルートビアフローとかなんか作って飲みたかったんだけど、なんか違う気がするな。やめとこう、寒いから。アイスクリーム食べる気にはならない。さあ、あ、チップスね、チップス。そもそもなんで俺マイヤーに来たか覚えてないんだよね。なんかお菓子食べたかったんだったっけかな。
アイス食べてくれっていうコメントがみんなから来てたから、それだったな。あ、てか並び順変わってんじゃん。チョコね、チョコ。あ、ちなみにね、最近めっちゃうまいなと思ってるチョコね、これなんですよ。このリンドアってやつ。これのこのミルクあるじゃん、この赤いやつ。これめちゃくちゃうまいですよ。これそんな入ってないんですけど、うちの親がこれ大量買いしたんですよ、アマゾンで。これほんとやばいです。あの、ね、アメリカ来たらこれほんと食べてほしい。これめちゃくちゃうまいですよ。これキャラメルとかダークとかあるんですけど、びっくりする、びっくりした。なんかね、普通のバーもあるんですよ、これリンドはね、同じなんですけど、なんか周り普通のチョコなんですけど、中にね、なんかムースっていうか、なんかすげえ柔らかいチョコレートのところがあって、いや本当に本当にうまいですわ、あのチョコは。びっくりした。さあ、じゃあ食べたいような気もするけど、ないな。うちの子供になんかお菓子買って言ってあげたけど、うちの子太ってきてるな最近。クッキーとかいいやな。これ美味しいね、モンキャンディ。昔よく食べてたけどね。メントスガムだって。いらないな。痛い、やばい、腰が痛くなってきた。歩きすぎるともう腰が痛くなってくる。もう年だね。てかね、腰痛なんですよ。だから腰がね、なんかもう何やってもなかなか治んなくて、一応安静にはしてるんですけどね、悲しいもんですわ。さあ見に行きましょう、他のものね。なんかないかな、他に。飲み物、乳製品の飲み物とかもありだな。なんかないかな、飲みたいないな、特に。チョコレートミルクとか、あ、美味しいね、これね。これ初めて聞きましたもん、アメリカ来て。チョコレートミルクってなんだと思って。普通のチョコ味のミルクなんですけどね、子供がまたこれ好きでね。いや、太るんですけどね、そんなの食べたら。あ、ちょっと見切り品が売ってますね。 25% オフとか、カフェインが入ってるチョコレート、38円だって。キャラメル味、すごいな。コーヒーコップ半分のカフェインが入ってるって、絶対体に悪いだろう。これは、うわー美味しそう。スイート&ソルティー、ココナッツとピーナッツのバーだね。これ美味しそうだね、これ食べたいな。でもめちゃくちゃ甘そうだな、やめとこ。うん、ちょっと待った、来た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 、ビーフジャーキーいいじゃん。あ、安い。おお、何これ、これも、ちょっと待って、来た、でかっ、1000円する。これはいいや。あ、でもこれ美味しそう、リアルジャーキーじゃん、アップルウッドの。でもちょっと待って、これ、あ、ベーコンジャーキーだ。あ、これ前食ってまずかったやつだ。売れない、やっぱ売れてないんだね。そりゃそうだ、まずかったもん。ここにもね、ベーカリーで作りすぎたあのクッキーとかケーキとか売ってるんですよ。これこんな入って380円だもん。もうすごいな、これ食べれないわ。めっちゃケーキ売ってる、何これ。400円だよこれ。スイートバニラドリームバンディットケーキ、400円だって。す、安っ。だけどなんだ、わかんないの。どんどんバンディットケーキってのはどんなやつだろう。安いな。他はチョコレートケーキ、お、これ美味しそう。チョコレートクリームパイだね。これ用冷蔵じゃないの、いいの。あ、これうちの嫁好きなやつだ、チリーストラデルバイツ。よくわかんない、これもでも200円だね。安いな。で、極めつけはもうこれね、あの、買うかもしれないから見てますけど、ドーナツこんなに入って350円。まあでもいらないな。
なもんか。そして今も体がねうずうず、あのゲームコーナーに行ってメタルギアサバイブを買おうか買わないとか悩んでるんですけど、皆さん買いました？メタルギアサバイブ。これは本当に悩んでますよ。でもね、実況見たんです、メタルギアサバイブやってる人の。そしたらね、なんかちょっと微妙だったのよね。面白そうではあったんだけど、でも本当にこれ来月4000、その定価の値段で売ってんのかなって思って、マスエフェクトが発売された時にものすごい安くなったんですよ。1ヶ月後ぐらいでね、半額ぐらいになっちゃって、でメタルギアサバイブも結構課金の嵐だみたいなコメントをどっかでちょっと読んだんでね、実際自分の目で確認してないから分かんないんですけど、だから本当にそのメタルギアサバイブを僕は定価で今買うのかっていうことをね、すごい悩んでます。もしあのメタルギアサバイブを買った人がいるんだったらね、感想をぜひ私は聞かせていただきたいんですよね。買うべきなのかどうなのかっていう、そこでものすごい悩んでおります私は。さあ、じゃあせっかくなんで最後ね、あのアイスクリームのセクションにちょっと寄って、でいつもあのクリーム系のアイスを買うんですけど、ちょっとねシャーベット系のアイスクリームをたまには食べたい。ハーゲンダッツのマンゴーとかも本当にうまいじゃないですか。でもあれ全然安くなんないのよね。それがちょっと気になります。マンゴー、いやハーゲンダッツのマンゴーはうまい、うまいですわ。うわ、なんだこのオレオのクッキーはめっちゃうまそう。オレオ、みんなあれ好き？なんだっけ、ベン&ジェリー。あ、俺も今日ちょっと安くなってますね。ベン&ジェリー$3.50。この大きさでよくアメリカの何女の人がさ出る番組でさ、あの映画か振られた時にこのベン&ジェリーのアイスクリームソファーに座りながら丸々一人で食ってるシーンとかよくありますよね。ハーゲンダッツ売ってないの、やべ、食べたくなってきちゃった。アイスクリーム、シャーベット食べたいな。ハーゲンダッツないじゃん。あれ、なくなったの？あ、ない。そして未だにこのバケツアイスデビューできない、多すぎるよこれ。でこれ600円だからね、600円ですよこれ、安いな。昔はやっぱ質より量だったけど、今も量より質だもんね。なんかわかるよね、だん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 年重ねてくるとさ、本当に何がいいのかっていうの分かってくる。昔は本当質より量だった。あった、ハーゲンダッツあったわ。あ、これパッケージ変わったんだ、 お上品になってんな。でも高い、やっぱほら5ドルするトゥーマッチだな。なしですな。こっちに冷凍ピザもあります。いつか冷凍ピザやりましょう。ということで、じゃあちょっとマイヤーの買い物でした。また次回、皆さんとお会いする日を楽しみにしています。お疲れ様でした。バイ。